ブリックリングホマリーズ白紙ミリ版の1ページ。モリス、リチャード、ザ・ブリックリングホマリーズ・オブ・ザ・テンス・センチュリー、フロム・ザ・マルキス・オブ・ロース・ヤン・エス・ユニーク・エム・エス、AD971、ロンドン、トラブナー、1874-80、プレートビフォー・ピー1初期英語文献協会は、初期の英語のテキスト、特に趣向のみが伝わるテキストの本国、出版を、 主な目的とする文献観光協会。観光している出版物の大部分は中英語や古英語のテキストのエディションである。イングランドで1864年にフレデリック・ジェームズ・ファーニバルによって設立された。設立初年の報告書に掲げられた目標は、一つには貴重でありながら未だに印刷されていない英語で記された全ての思向写本を印刷することにあり、 もう一つは、その希少性や価格ゆえに、普通の学生の手が届かなくなっているような、最も貴重な印刷された、英語書籍の工程編纂と復刻にあるとされた。教会は、数多くの重要な英語文献を、趣向から最初に本国して出版してきた実績を持ち、その中には中英語の詩、パールや、ガウェイン教と緑の騎士などを含む、コットン図書館のコレクション、 コットンネロ AX なども含まれている。2015年までに、教会は、オリジナルシリーズ344巻、1867年から1935年にかけて刊行された、すでに印刷本が存在するものの不十分な内容で、あったり、印刷本自体が貴重になっている文献を取り上げた、エクストラシリーズ126巻、1970年から不定期に刊行されている。 サプラメンテリーシリーズ25巻を刊行している。教会は後から出されたエディションによって内容が更新されてしまったものを除いて過去の出版物の大部分の重版を続けている。現在は教会の業務を代理する形でオックスフォード大学出版局が出版を担っている。百六十四年の教会設立の時点でこれに参加した著名な会員の中には ファーニバルのほか、アルフレッド・テニスン、ウォーレン・デラルー、リチャード・チェネビック・ストレンチ、スティーブン・オースティン、エディス・コルリッチ、リチャード・モリス氏などがいた。教会のエンブレムは、アングロサクソン人の遺物であるアルフレッドの宝石の図案をもとに図案化され、教会の名称を記した巻物を配したものである。ありがとうございます。